今回のテーマは飛ばしの秘訣、女子でも飛ばす秘訣ってやっぱりちょっとオーバースイングっぽい、ぽいです、はい、コンパクトスイングの人って短命なような気がして、長く活躍する選手って力感なくてチーンと振る、もう代表格だと思ってる。いかに力を抜けるかなんですよね。手に豆も作りたくないし、ああ手ちなみにどんな指輪によってできちゃった豆、ね、できちゃった豆です。強く握りたくないので、なるほど、腕の力はダラダラにして強弱すごいつけます。横峯さくらちゃんとこの間撮らせてもらった時に、はいはいはい、ここでクラブ開くんですよね。私も右手離れます。右手開きます。でここから下ろす時にギュッと握り返す感じ、力がグッて入る。でも打ったらまた抜くんで、グリッププレッシャーっていうのはそうなると小指の方までしっかり握れっていうの。3本指です。出ましたよ、3本指。おつまみグリップ流行り、流行ってるの。そう、森ひろさんが提唱してる。じゃあいいことしてたんだ。